回は番外編で関東を離れて長野にやってきました。長野といえばおやき、最初に訪れたのは善光寺の参道沿いにある縄文おやき村といろは堂の2軒です。おやき村では焼きおやきも扱っていて、いろりで焼きたての本格的なおやきを食べることができます。香ばしい香りが漂ってきます。注文したのは野沢菜と小豆の2種類です。野沢菜のおやき、名産同士の組み合わせは言うことなしです。小豆のおやきは香ばしい風味を加えた大判焼きのイメージです。場所変わってお次はいろは堂です。こちらはたくさんの種類のおやきから選ぶことができました。買ったのは2つで、1つ目はネギ味噌です。外はカリカリ、中はもちもちの食感の皮の中にほんのり甘みのある味噌とネギの風味がとてもよく合っていました。もう1つは野沢菜柚子七味です。こちらは野沢菜に隠し味的な柚子風味の七味を加えた一風変わった味になっていました。一口におやきといってもお店によって生地の食感や具材が違うので、訪れた際はいろいろ食べ比べてみてくださいね。次のお店は国道沿いにある大きな水車が目印の信州そばどころ一生亭というお店。こちらのお店は創業110年の製麺会社が運営する老舗のお蕎麦屋さんです。天井が高く開放感があり、木のぬくもりを感じる趣のある店内です。メニューは迷ってしまうほどとても豊富です。注文しました。おしぼりそばとは長野県の郷土料理の一つで、すりおろした大根おろしのしぼり汁に信州味噌を溶かして食べるおそばです。そばつゆにつけることなく、名産の信州そばの本来の旨味を味わえる食べ方になっていました。
蕎麦プリンは、蕎麦の実を煮出して卵やグラニュー糖などと混ぜ合わせた滑らかな舌触りのプリンです。長野の名産を長野のご当地の食べ方でいただくことができて大満足でした。さて次のお店はこちら、花屋の一角に併設されたカフェ、ルボーアドレというお店です。お花に囲まれた空間で優雅なひとときを過ごせます。天井いっぱいに飾られたドライフラワーがとっても綺麗で心を和ませてくれます。美味しそうなメニューもたくさんありました。今回注文したのはビーガン生チョコレートの食べ比べセット10ピースとフラワーラテアートのドリンクです。フラワーラテアートは2種類のアートから選ぶことができます。乳製品、乳化剤、砂糖も不使用の体に優しい生チョコレートです。ビーガンのローケーキのメニューもありました。ダイエット中の人や健康に気を使っている人におすすめしたいカフェです。次のお店は JR 松本駅から歩いてすぐのクレープ屋さん、クレープ工房というお店です。こちらのお店は以前観光で訪れた時に食べたクレープがとっても美味しかったのでご紹介します。メニューの種類がかなり豊富ですが、分かりやすいように大きくカテゴライズされている中から好みのメニューを選ぶスタイルです。今回紹介したいメニューがお店の看板メニューでもある魔法の冷やしバターという新食感のクレープです。選んだのは冷やしシュガーバター、そしてもう一つが食べ比べるために熱々バターの中からキャラメルシュガーを買いました。ひんやり冷たいサクサクの新食感の生地で濃厚なバターが美味しいです。熱々バターの方は対照的に柔らかい生地で、かじると溶けたバターがじゅわっと口の中に広がります。どちらも美味しいのですが、特に魔法の冷やしバターのクレープはぜひおすすめしたい一品です。最後に訪れたのは松本駅から徒歩15分ほどの観光通り沿いにある沖縄堂という洋食屋さんです。お店の前には行列ができていて人気の高さが伺えます。昭和の時代から愛され続けている老舗の洋食屋さんです。
肉を使ったメニューが多かったので、ハヤシソースのオムハンとフィレカツカレーを注文しました。オムハンはケチャップライスに薄く焼かれた卵の昔ながらのオムライスです。ハヤシソースのハンバーグは分厚くジューシーなのですが、口に入れた瞬間噛まなくてもとろけていく柔らかさでした。お肉が柔らかく、サクサクの揚げたてで美味しかったです。カレーは昔ながらの洋食屋さんのどこか懐かしい味でした。セットで頼んだ本日のデザートのベリーのタルトとアイスラテです。甘酸っぱいベリーとしっとりの甘いタルト生地がマッチしていて美味しかったです。時代が変わっても食事の味は変わらず、愛され続ける理由がわかる素敵なお店でした。以上、番外編長野グルメ、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回の埼玉グルメもぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。よろしければ見てみたいお店や地域のリクエストをどしどしお寄せください。